激戦の地下道からせ猛徳率いる本隊もそろそろと到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。城の出入り口を抑えれば総飛軍を追い詰めることができますね。心を攻める戦などと言っている。誰の入れ知恵だか知らんが、相変わらず見事だな。お前の戦は俺を引きつけて離さん。地下道を抑えられてしまった。それでは皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていくこの感じ、嫌な過去を思い出しそう。士官は目の前。全員進め。門をこじ開けよう。先行部隊の手はず通りになっているようだ。このまま包囲がなれば超支流剣山。いつもの描いた策の通り進んでおるのだな。猛徳が来たか。本隊と合流するぞ。戦いが始まるのですね。静かに楽を奏でることすら許されないとは。曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは周到な戦をなさいますね。父の狙いは城を落とすことではない。我らの降伏よ。先行部隊との合流はなら、もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。あとは待つのよ。敵は勝手に崩れるはず。もはや勝ち目はない。逃げ場もない。我らは降伏するぞ。門を開けよう。早くも下る者が出たか。投降は連鎖する。この流れが続くと全ては投降を誘う策。総飛殿の読み通りだったのですね。士官は策を見抜いていたが、この成長喜ばしく思うぞ。くさびは打った。これより反撃に移る。士官、投降を防がんと打って出るか。全軍敵の迎撃に備えよう。私が倒しました。さて次なる策に移る。祈りを届け。これはどういうこと。城門が閉ざされては味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込んでやってくれる。世界に光を。敵将ずっと隠れてるって案外辛いね。ですが策はなりました。半兵衛殿、敵城へ侵入しての撹乱、お見事です。へへ、昔取った杵柄ってやつ。狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。今のうちに括弧撃破してしまいましょう。策はなったか。わしは士官に会いに。我が軍は分断され総崩れた。ならば父、私自ら出迎えよう。ああ我が君、神々しいですわ。今こそ攻め立ててやろう。
世界に光を。敵将、私が倒しました。常変わらぬお見事な武勇、雨土も見入られておりましょう。孤立した敵を撃つぞ。ラン、修羅に入ります。なんという武勇。さすがの働きよ。お主が味方でよかった。俺はこっちの敵を撃つ。浅田、向こうは頼んだぞ。おい、やられんなよ、清正。カコートン様、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ主を呼び捨てになさるのですか。わからんか。ならばお前も呼んでみろ、あの魔王。おい、信長とな。もう、なんと無礼な。そんなことをするくらいならランは死を選びます。お相手いたす。半兵衛の策、鮮やかよな。我が陣営にもあの際が欲しいもの。軍師なら大勢いるでしょう。うちの半兵衛はあげられないよ。超死流剣山。自暴を駆使し退ける。竜となっていた。こんな集体をさらすとは。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられんな。父よ、意地を見せましたな。この城と宝は好きにされる。宝とは。宝とは、希望の光が見え。うまく進んでいるようだな。